第一コリントの手紙の9章の24節から27節の箇所です。この箇所を読みまして、ちょっとドキッとするような言葉がこの27節だと思うんですね。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分が失格者になるかもしれない。これパウロは自分はって、まあ、自分のことを言ってるわけですね。自分は失格者になるかもしれない、ということです。で、まあ、ある意味でドキッとする。また私も、まあ、パウロ先生と、まあ、ある意味ではちょっと似たようなというかですね、こう、まあ、伝道者の立場ですから、まあ、他の人にお話をしときながら自分は失格者になるかもしれないっていうことは非常にこう、まあ、身につまされるというかですね、まあ、本当にこう鋭くこう心にこう刺さってくる言葉の一つですね。じゃあ、まあ私は伝道者、牧師じゃないから、いや、これは関係ないという方はおそらくいないんじゃないかなと思います。で、この失格者っていうのは何かというとですね、その前の23節を読んでいただきますと、福音のために私はどんなことでもする、私も共に福音に預かるためであるという言葉があります。福音を伝える、で伝えた人がちょっと聞いてくれたのか聞いてくれないのか、まあ、信じたのか信じないのかっていう、まあ、伝えた対象の人のことが、まあ、気になるというかですね、まあ、祈ってもいますし、周りは心配ですよね。でもここではその対象の方のことではなくて、その後言ったのは、私も共に福音に預かるためである、私も共に福音に預かる。ですから、まあ、伝えっぱなしとか、また相手のことばっかり気になる、どうしてるかな、信じてくれたかな信じてくれないかなっていうよりも、自分も私も共に福音に預かる、まあ、福音を共有する、福音の中に生きているということでありますよね。で、そのことと、この27節の言葉、自分は失格者になるっていうのと、こう、周りでは同じことなんですね。ということは、この失格者というのは福音を伝えときながら福音に預かっていないということですね。まあ、あるいは矛盾するわけであります。ですから、福音を伝えるということは、この何か一時的なこと、何か口先だけのことではなくて、その人の生活そのもの、そしてその人の全生涯、そのことで福音を伝えているということになるわけでありますね。信じてない時まで含めて自分の全生涯、まあ、私は今56ですけども、その56年の生涯をもってですね、こう福音を、まあ、伝えしているということになるわけでございます。で、その時に、まあ、これから先と言いましょうか、自分の信仰生活が、まあ、最後まで全うしてするということが大切なことなのであります。はっきり言いまして、死ぬまで、イエス様の再臨があるまで、どっちかですね、まあ、とにかく自分のもう人生の最後、その死ぬ瞬間、その一息、またイエス様の再臨があって天に引き上げられるその時、その瞬間まで、この信仰生活をきちっと全うしたいということなんですね。で、全うしないとするならば、まあ、どんなに前に良かった、まあ、クリスチャンとしてすごいなという部分が仮にあったとしても、やっぱり最後の最後まで全うするということが、やっぱり大切なことなんでありますね。
途中は良かった、最初は良かった、でも最後は尻すぼみで、ちょっと信仰も持ってるか持ってないかちょっとわからないっていうのは、まあ、ちょっとというか寂しい、まあ、寂しいどころかですね、やっぱりいろんな意味で、ちょっと悲しいことですね。でもちろん健康の理由とか、またいろいろ病気とかですね、いろんな理由でこう最後寝たきりとかね、またそういうこう意識もないとか、また混乱してしまうとか、地方になってしまうとかね、いろいろあるわけです。で、それはそれなんです。でも問題は何かっていうと、健康であっても病気であっても障害を持ったとしても、とにかく、最後まで信仰生活をこう全うしたかどうかということなんですね。で、その全うするというのがある意味では簡単ではなくて困難なことなんであります。で、これは現実そうでありますね。いろんな、まあ、困難なこと、難しいことが出てきます。だからこそ、難しいから、また全うする、そして全うしない例も旧約時代のイスラエル民族、また新約時代にも信仰から離れていった人のこの例が書かれているわけです。まあ、今時間なく開きませんけども、この第一テモテのこの4章の9節から11節ですね、まあ、パウロ先生と一緒についてきたんだけど、こう離れていった人もいる。ですから、そういう意味で、まあ、途中で離れていくという事例もあるわけです。だからこそ私たちはなおこう主を信頼し、主に委ね、そして祈り、また支えていただき、お互い励まし合ってですね、この信仰生活を最後の最後までこう全うするということが大切なんですね。信仰を持つというのは神の奇跡であります。で、それ以上に信仰を持ち続けて、それも単におざなりに形式的にではなくて、生ける信仰を持って、たとえ、目立たなくても小さくても人から見てなんだというような、そういう部分があったとしても、やはり生ける信仰を持って最後まで全うするというのは、やっぱこれは神の奇跡なんですね。信じることも神の奇跡だし、信仰を全うすることも神の奇跡であります。ですから、決してある意味ではたやすいこと、自然にいつの間にかほっといたらそうなるということではないわけです。ですから、私たちはこの聖書を学び、この信仰生活について、きちっと理解し、そして、そのように生きていく必要があるわけですね。で、今日のこの24節から27節が、そのことがここで書かれているわけであります。で、読んで分かるように、この陸上競技の競技者の例と、あと剣道、ボクシングの例が書かれております。で、ほとんどこの陸上競技者の実例で説明しているんですね。で、この当時も実際陸上競技があったし、そして今もありますよね。ですから非常に分かりやすい、つまり絵になる、私たちの、まあ、頭の中というか心の中にちゃんとイメージしやすいようにパウロ先生は語ってくださっているわけでありますね。24節に、あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい、賞を得るように走りなさいと言っています。ゴールに向かって走っているということなんですね。そして一生懸命そのゴールに向かって走っていく姿であります。100メートル のボルトでありますね。私たちは世界記録をなんて、もう絶対にそんな記録はできません。そして、どっかのですね、競技場をですね、100メートル走る必要ない。人生のこの競技、また信仰生活の競技、ゴールに向かって走っていくということです。世の人は人生のゴールが漠然としている、そして死ですね。よく分かんないんだけども、その暗く悲しいゴールに向かって進んでいってます。
しかし私たちはもちろん死ぬわけでありますが、クリスチャンだから死なないわけではない。死ぬ、イエス様のご再臨がなかったら私も死ぬわけですね。でもその死というのはあくまでも通過点でありまして、死を超えるゴールを持っている。死というのはあくまでも通過点、それで死の後にイエス様の再臨、そして永遠の御国がある。そしてこのゴールに向かって、その走るべき工程をこう走っているという人生観を持っているということになるわけであります。まあ、これはパウロ先生の、まあ、絶筆遺言と言っていいんですけども、第2テモテの4章の、6節7節の言葉を見ますと、336ページ、私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り抜く尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいた全ての人にも授けてくださるであろう。まあ、読んでお分かりのようですね。走るべき工程を走り尽くした、ね、パウロは自分が生きている間にイエス様の再臨があると信じてたんですが、まあ、この段階では殉教ですね、まあ、もう殉教が、まあ、間近だ、殉教することが、まあ、あり得るってですね、もうそのことをはっきりと見ていてこの言葉を言っているわけでございます。この世の人というのは、まあ、死を恐れる、まあ、恐れない人もいるかもしれませんが、でも死は何にもその人に益をもたらさないわけですね。悲しみ、寂しさ、虚しさ。しかり私たちは死というのは死そのものではなくて、永遠の御国、イエス様にお出会いするということを目標としていますので、死というものをが私たちをこう清めていくわけですね。聖化していく。私はたくさんのクリスチャンにそのようなクリスチャンを見出しています、死が近くなってその人の信仰が、品性がもうぐっとなんかこう整えられていくんですね。あの人が、その人自身もそう言ってるわけですね。いや、私はこう死を意識した、あと何年かしか生きられないと医者から言われている。それで、まあ、本当にこう変わっていくんですね。私はすごいなと思いました。まあ死がというよりも神がその人を清め変えていく、神様にお出会いするその希望、またお出会いするために自分を清いものとして自らも整えていくという生き方をですねしていく。ですから私たちはそれが病気になったとかね、なんかこう余命を宣告されたら、まあ慌ててそういうふうになるんじゃなくて、そういうふうになった際にやっぱり私たちはきちっとゴールを目指して生きていくということが大切な生き方ではないかということなんですね。でこの時代はこの朽ちる冠、月桂樹の葉ですね、あるいは月桂樹の葉というのは枯れてしまうわけです。そのことのために、まあ、今で言えば金メダルですね、まあ、素晴らしい名誉でありますね。 人々から拍手喝采される、自分も一番、まあ、あるいはもう人生のヒーローですよね。でもその朽ちてしまう、この世だけしか通用しないこの冠のために一生懸命やってる、一生懸命節制しているならば、私たちは朽ちる冠じゃなくて朽ちない冠を得るためにそのゴールに向かっているとするならば、するならばと、そうですよね。もっともっとこの世の人以上にその賞を得るために走る、またここに書いてあるように、滑って、しかし全ての競技する者は何事にも節制する、節制するということがあるはずだということなんですね。
この世の冠のために、朽ちる冠のためにそこまでするんだったら、朽ちない冠のためにはもっとしてしかるべきだし、そうであるはずだということなんです。でこの時に、賞を得るのは一人だけである。確かにそうですね。一番は金メダルは一人だけで、これはこの世の陸上競技。じゃあ信仰の競技は、じゃあ一番一人だけしか天国入れないのかと、そういう意味じゃないですね。一人一人ゴールに向かって進んでいって、そしてゴールのそのテープを一人一人が切っていく。最初の一番だけじゃなくて、みんながその一人一人が全力疾走で走り抜けていくことを意味しているわけです。全力疾走っていうのは、脇見をしたりのんきで走っているわけではない。他の人にちょっかいかけながら遊び半分で走ってるわけ、走ってるわけじゃないですね。決して一番の人ってそんな走り方しませんよね。金メダルという人は全力を持って走っていると、同じように私たちもこの世のゴールではなくて、この世の冠ではなくて、この信仰の競技、また信仰生涯、永遠の御国に向かって、イエス様の御再臨に向かって、まあ、ある意味ではまっしぐらに走っているということなんであります。そしてその走っている姿が証になるということですね。この世のことの中にも、例えば私たちのお友達の中に、例えば芸術の分野で一生懸命練習して、そしてその演奏会をなさる、まあプロである、ノンプロである、まあアマチュアである、またスポーツもそうですね、プロ、ノンプロ、アマチュア、まあとにかくその一生懸命なさっている姿、また甲子園もそうですよね。私たち美しく感動しますよね。いやーすごいな、自分にはできないけど、ああやってね、汗流して一生懸命練習して準備して、そして、こう賞をもらう、また競技をねこうしようとしている、ある意味では感動する、ある意味は美しい姿ですよね。ならばそれ以上に私たちは天国を目指して生きていく姿、それも全力疾走でそこに向かっている姿というのは美しいはずなんですよね。感動を与えるはずなんです。それは世の人もそういうことをわからないなにも感じて当然なんでありますよね。じゃあそうでないということはどういうことかというと、私たち自身にやっぱりこの明確なこのゴールに向かって全力疾走で走っているということが、やっぱり希薄だからではないか。希薄っていうのは、パウロ先生が一番最初最後に言っているこの失格者という意味なんですね。自らが福音に生きていない、伝えときながら、またそういうことを口で言っときながら、自分がそう生きていないということを表しているわけでございます。そしてこの、陸上競技、あとボクシングもそうですね。このボクシングの事例が一言だけ、言っていますね。この空を打つような検討はしない。ですから相手がどこにいるのか分かんないけど、とにかくがむしゃらにね、なんかこうボカボカボカってやってるわけじゃないですよ。ちょっと相手が分かって、ちゃんとね、まあパンチがね、パンと当たるようにパッてこう検討してますよと言ってるわけですね。目標のはっきりしないような走り方はしない。目標のないような検討はしない。きちっと目標を持っているという走り方にしても、まあ、ボクシング、検討にしても、ちゃんと目標がはっきりしている。自分もそうだし、また他の人も、あの人はちゃんと目標を持って生きてるんだなというふうに見えてるということになるわけであります。見えてるわけであります。これが証なんですね。いやあの人はちょっとクリスチャンだけど、ちょっと怒りっぽいよね。あの人クリスチャンだけどちょっと頭悪いよね。あの人クリスチャンだけどちょっと情けないよね。だけどあの人なんかよくわかんないけど一生懸命天国にね目指して生きてるような生き方してるよ。いやいや、
まあ頼れないけど、あの人は明確なね、はっきりとした天国という目標で生きてるようだよっていうのが証だということになるわけです。でその時にそういう生き方というのは、この節制するでしょう、それも何事にも節制する、どんな競技でも競技者、いわゆるアスリートですよね、競技をする時じゃなくても節制してますよね、訓練している、準備をしている、練習している、あと例えば食べ物だと気をつけている、ある意味では大変な努力をしている、野球の分野で言えば、古く言えば長嶋王、最近で言えば一郎、まあ、他にもいるでしょうかね、松井でもいいですね、みんな努力の天才ですよね。それも本当に普通の人が、理解できないような努力をしている、それを見せてないだけですよね、プロですから、他の人に見せてない、だけど本当にこう血のにじみ出るような努力をしている、つまり節制をしている、そして私たちはその節制の姿にある意味では感動する、いやいや私は別にアスリートじゃなくて、でも私たちは健康を保つためにもある意味では必死になっていると思いますよね。まあ普段はあまり感じないかもしれないけども、いざ何かちょっと健康を害するということになれば、ちょっと慌ててね、養生したり、また薬飲んだり、またこう、まあしますよね、少なくともしようとしています。つまり信仰生活っていうのは節制が必要だとパウロははっきりと言っています。自然のまま時間が経てばいつの間にか出来上がっているということではない。じゃあ節制って何かというと、これは集中することなんですね。あれもこれもいろいろやりながら、気が向いたらやりましょう。でこういうことで競技には勝てないですよね。何にもしないで陸上競技スタートラインにね、並んでよいどんって走ってもダメですよね。つまり節制、私たちも節制、節制っていうのはそこにこう一つのことに集中していく、今は分散の時代、そしていろんなものに興味を持ってあれもこれもやる時代なんですね。いわゆるこうなんて価値観の多様化と、まあ、固い化とするとそういう時代です。そしていろんな刺激、いろんなことがもうワッと入ってくる、そしてそれにはっきりまして付き合ってたら、人生終わっちゃうわけです。それも貴重な、それも自分にとっては、健康的にも財的にもいろんなところで有効に使える、有効にする貴重な大切な時間が、はっきり言うとどうでもいいことに、やんなくてもいいことに、そして単なるこのお付き合いで浪費してしまう、そういう時代ですね。で気がついたら何にも残ってない、まあ、私が先ほども教えたように、とにかく何か一つのことがちっちゃくてもある神様のお役に少しでも立てたとしたら、それは幸せだ。でもいろいろわーわーいろいろやって、自分もなんか汗かいて一生懸命やったようなんだけど何も残ってない。どうしてなのか、それは集中してないからなんです。集中してない、そして集中のないところにやっぱり深みがないですよね。ですから集中する、そういう信仰、つまり節制する信仰がなければ、その人に深みのある信仰、また深みのある人格にはなり得ないのであります。そして信仰生活を自分の生きているその生涯、いつ召されるかわからないし、いつイエス様の再臨があるかわかりません、だけれども自分の生涯信仰生活きちっと完結しないんですね。はっきり言うと中途半端、もちろん人間的に意識的に完結なんかできませんよね。だっていつ召されるか分かんないですよね。でも
集中している人っていうのはやっぱりそれなりの生き方ができているはずなんであります。でこれがですね、このピリピの手紙の3章の13から14、310ページピリピの3章の13節、兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただこの一時を務めている、すなわち後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。今日学んだこのコリントの箇所と共通な、まあ、思想というかね、共通なことを言ってますよね。ただこの一時を努めている、集中している、分散しちゃダメ、拡散しちゃダメなんですね。そして貴重な時間、貴重な人生、そしてやりたくてもできない時が必ず来る、気持ちあってもできない、健康的にできない、経済的にできないって時があるわけですね。だとするならば、それができる時に神様はそういうことを与えてくださっているわけですよね。だったらその時に集中していくわけですね。その時にこう集中していく、それが節制であります。そして私たちはこの世でもこの大成した人、一つのことを何かこう成した人というのは必ず基本に忠実であったということであります。さっきお話した長嶋だって王だって一郎だってそうですよね、まあ、特に一郎というのは本当にもうバッティングもう基本にね、もう忠実だと言われているようでございますが、どの分野でもそうですね。学問の分野でも芸術の分野でもそうです。で信仰もある意味では同じなんであります。基本にきちっと忠実になっていく、木をてらわない、何かちょっと変わったものにね、なんか刺激を受けて、なんかそっちにこうならない、まあ、とにかく基本ですよね。それも基本をやっぱり掘り下げていく。基本っていうのはある意味ではもう形式的にやればいいんだろうっていう形でできるわけですね。もう知ってるわけですから。マンネリになりやすい。そうであってはならない。やっぱり基本にきちっと忠実で掘り下げていく。そういう中からやっぱり私たちはこう集中していくものが具体的に見えてくるわけですね。まあ基本というのは礼拝、聖書を学ぶ、祈る、捧げる、そしてまあ宣教していく。まあ5つあるわけなんですが、こんなことはもう旧道社会で知ってますよ。私では何十年前から知ってますよって話なんですけども、そのことを本当にいつも新鮮にですね、こうきちっと大切にしていくっていう中からやっぱり集中して何かがこう見えてくる。また自分がこれをね、今ここで本当に一生懸命全力疾走でこのことをしなきゃいけないということを神様がこの示してくださる。そういうことがある人って幸せですね。分散して興味半分でちょこちょこいろんなことをやって、で結局人生終わっちゃった。いや、そんないろいろしないけれども一つのことにこう集中できた、そこで何か自分が満足したとか満足しないんじゃなくて、何かね、本当の意味で神様のお役に立てた、本当の意味で教会のお役に立てた、主のお役に立てたということがあれば、本当に幸せな人生なんじゃないかなと思います。そして、まあ、ドキッとする言葉が、この、失格者とならないために自分の体を打ち叩いて服従させるというこのお言葉にこうなるわけですね。
いわゆる自分に鞭打つということですね。で、このことを、まあ、誤解するということはがあるわけです。何かというと、自分のちょっと足らない信仰生活を、まあ、ちょっと補うためで、こんなちょっとたるんだ信仰生活していたら天国行けないかなと、まあ、自分でもねちょっとそう思うし、ちょっと堕落してるから、だったらちょっと真面目にね一生懸命やる、でそのことでなんかこう努力して、でそしてこうね天国に行く、救われるということです。でそしてそのためにこう自分を鞭打って、そして一生懸命難儀を苦行して、そして救われていく、また信仰をレベルアップをして、そしてひいては何とか天国に行くという考え方ですね。でこれはやはり私たちやっぱり無意識にもそういうようなこう信仰生活になりかねない。そしてキリスト教の歴史を見るならば、いわゆる自己の義といいますか、そういう形になってしまった時代もあるわけです。ですからこの自分の体を打ち叩いて服従させるというのは、そういうふうに取ってしまう危険性がある、ね、いわゆる信仰版根性ものですよね、まあ、とにかくもうね歯を食いしばって頑張ってやれ、まあ今ちょっとあのスポーツの指導っていうのが問われてますよね、いじめ、まあ、いじめというか、まあ、体罰ですね、いわゆるしごきですよね。ですから信仰的にこうしごいてねちょっと活入れてやらないとダメだという考え方です。そういうふうにこう取られてる。でも信仰っていうのはなんかそういう形で歯をくじばって積み上げることじゃなくて、救いというのは神の恵み、無代価で一方的に与えられたものでございます。だったらその素晴らしい一方的な救いを受け取った後、私たちはその後ですね、なんかだらしがなくなるのか、また救われたから、ああこれでよかったとチャランポランになるのかというと、そうではない、逆だと思うんですね。むしろ真剣になる、一生懸命なるはずです。救いがはっきりしてるから、むしろ真剣になっていくはずですよね。そしてそれは今申し上げたような、何かこう自己の義修行して信仰的になんかこうね、こうしごかれて、うん、まさにですね、そういう形で、根性を持ってやんなきゃいけないっていうわけではない。でこの時にパウロ先生が、自分が失格者とならないためにある意味努力している、意識していると言ったのはどういうことかというと、このコリントの手紙は一貫してもう一回冷静に最初から読んでみましたならば、神様によって与えられた自由ということがテーマだったんです。つまり救いというのは今申し上げたように、自分で積み上げたものではなくて、神様がイエス・キリストの十字架と復活によって一方的に罪を許し救ってくださった、そしてその後は何にも束縛されない神によって与えられた自由の立場、自由が与えられているというのがパウロ先生が繰り返し言ったことですね。ですからこの自由をどう用いるのか、ですから、突き詰めて言うと、夫婦ものがいいのか、離婚がいいのか、再婚がいいのか、ね、いろいろ論議があった。パウロ先生のそれなりの、ね、こう説明ありましたよね。でも最終結論ってのは自由でしたよね。あとはあの偶像に捧げられた肉も食べていいのか悪いのか、これも自由だったわけです。そして私たちはどんなに立派な先生、アポロ先生、ケパ先生、ね、そしてパウロ先生、なんかそういう人間的なそういうねものを崇拝する必要はない、ね、ですから自由っていうことがテーマだったんです。そして私たちはそして自由になっている、神様が自由を与えてくださった、何の束縛もない。そして私たち今日本で生活、信仰生活をしていることは基本的には自由ですよね。これ本当に感謝なことだと思います。私たちの現実の信仰生活は監視されているわけでもないですよね、強制されているわけでもない、本当に自由。
ほとんど自由、圧倒的な自由であります。はっきり言いまして、教会行く行かないも自由ですよね。私もほとんど言いません。ねばならぬなんてことを言いませんね。言ったって意味ないからでありますし、また信仰的にもクリスチャンというのは自由ですから、そんなこと言う必要ない。むしろあなたは自由ですよ。じゃあ私たちは、あなたは自由ですよ、信仰をやめることもできますよ、教会来ないことも自由なんですよ、ね、本当に自由なんですよって言われたら、ああそうですかって言って、そしてその自由をどう使うのか、自分に与えられた自由が本当に神様のために用いるのか、そうじゃなくて自分に与えられた自由をいつの間にか節制なく、だらしがなく、勝手気ままに使うということになってしまうわけです。なってしまうわけですね。それはどうしてかというと、この世がそうだからということと、あとそこにやっぱり悪魔が働くわけですよね。確かに悪魔が働く。この2つ。で、自分の中にも自分の弱さがありますよね。そういうふうにこうなりがちな。これは決して非常にこう気真面目な人、ちょっとだらしがない人って性格の違いとも違うと思うんです。じゃあきちっとした性格をしている人、気真面目な生活の人はならないかって、そうじゃないですよね。やっぱりこれは性格に関わらず、やっぱりそのようになってしまう危険性があるわけです。この世は何も言いません。むしろ大歓迎。お前はね、なんかよくね、気前のいいクリスチャンだなってね、逆に褒めてくれるかもしれない。褒めてくれて心では軽蔑しているということでありますよね。で、そういう中で、せっかく神様によって与えられた自由をどういうふうに私たちは使っていくのか、それもその自由をきちっとちゃんと自覚的に使える時間っていうのは少ないはずなんですね。もっと現実言うと、自分の時間を、自分の労力を、自分のお金を、それをきちっと自覚的に、それもきちっと意識して使えるっていうのは、そんな人生いつもいつもできないですよね。その時に私たちはそれが自由にできる時に何をしてきたのか、そしてこれから何をしようとしているのか、あなたの持っている神から与えられた自由をどう使うかっていうことがこの話なんです。で、その時にパウロ先生はこの最後の言葉ですね、他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない、他の人にはいろいろいいこと言いながら自分はその自由を神様のためにではなくて違う方向で使ってしまう、使ってしまおうとすれば、それでどんどん時間が流れていく。じゃあ結局その人の人生って現実何だったのかということですよね。そして私は思うのは、自分が失格者となるかもしれないと思っている人っていうのはある意味ではならないと思います。つまり気をつけるからですよね、注意するからです。それで自己吟味していく、悔い改めていくと思うんです。逆に失格者となるかもしれないなんて思ったことのない人はやっぱり失格者になっている、いやなっている自分すらわからない、意識してないということだと思うんですね。そして最後、自分の体を打ち叩いて服従させるというのは、さっき言ったように何かこう鞭打つこと、しごかれること、修行者のようにね、なんかすごいなんか宗教的にね、なんか本当に厳しい道を歩むっていうことではなくて、逆に自分の弱さを自覚している、失格者となるかもしれないというそのことをよく分かっていて、そして神様のお言葉に忠実に生きていくことがあります。忠実に生きていくこと、そしてそれはまさに服従ですよね、服従させる、
自分を意識して服従させていく。服従させるというのは、これは信じているから服従をするわけです。信じているけども服従しないというのは、それは信じてないんですよね。絶対に信じてないはずなんです。信じてるから、その当然の結果として服従が出てくる。そして自分自身を自己吟味するときに、なぜ従えないのか、信頼してないからです。ということは、私たちは従えない自分が弱いとかだらしがないとかという言い訳は通用しないですね。そうじゃなくて、信じてないわけです。だって信頼したらそこに行けるわけですよね。行かないってことは信頼してないし、自分でやった方が安心だからしてないだけですよね。自分よりもそこに行くこと、そこに導かれることをね、イエス様の方に行くことが安心であれば、当然どんなハードルが高くてもそこに行くはずですよね。こっちにいるよりは、自分で握ってるよりは、イエス様に明け渡した方が安心だから、そっちに行くってことになるわけです。私も本当に服従してるかどうかっていうことを点検するときに、そのことをいつも思います。本当に信じてるのか、信頼してるのか。自分が服従してないとすれば、そこがないからですね。ですから私たちは本当に信じる、信頼するっていうところから、この服従させるということが出てくる。そのことを、この自分の体を打ち叩いてもっていうことでありますので、やっぱり自分の中で明確にしている、意識している、忘れないっていうね、ことじゃないかなと思います。本当にいろんな意味で自分に自由になるっていう部分を神様与えてくださってますよね。人によって違うと思います。現実の信仰生活の中で、やっぱりその自分に与えられた、神様から与えられたその自由をどうやって使っていくのかということが今日のテーマですね。で、そういう面で私たちは失格者、失格者っていうのは何も残らなかったということだと思うんですね。そうじゃなくて、私たちはやっぱりこの競技者のようにね、しっかりと意識してゴール目指して、そして節制して、自分の大切な人生全うしていきたいなと思います。